どうもこんにちは、セナです。今回もスカイウォードソードの縛り実況を頑張っていきたいと思っておる。というわけで前回フロルの炎を手にしまして、見事女神の剣を成長させることができました。で、今回新たな新天地に向かうため歌島にやってきております。何か授かりましょう。何か行くぞこら、天道地獄をぶっ飛ばせ。ここでスカイウォードをピュッ。マスターセナに報告。紋章にスカイウォードを当てたことで女神様の言葉がファイの中で目覚めました。マスターへと送られた女神様よりのメッセージです。お聞きください。聖なる炎を求めし者よ、この言葉に再び耳を傾けてください。私は時の彼方よりあなたを導く者。残された聖なる炎はあと2つ。あなたがそれを欲するならば、新たな神器も手に入れねばなりません。神器はあなたが試練を乗り越えるたびにその手に授けられるでしょう。そして神器の力を借り、進む道の先であなたは聖なる炎の美しさを目にするはずです。ではこれより歌を授けましょう。ラネール砂漠に眠る次なる試練、その入り口を開く調べです。ネールの H、 それがこの曲の名、マスターを導く知識の調べです。ネールの H を覚えた。ファイはネールの H を記憶。ダウジングにて試練の入り口の探知が可能となりました。ラネール砂漠へお迎えください。優しい音色だな。ひとまずショップモールに向かいましょうや。ショップモールにやってきたぞ。ひとまずね、この聖なる盾が欲しいんだが、434ルピーじゃちょっと足りない。これ500ルピーぐらいするんだよ。ということで、なんか売りさばきたい。いや、売却といってもさ、正直これ何を売るの？売却できるとしたって何を売るのか。ちょっと待てよ。いや、結構物は揃ってるんだよね。秘境を探索してきたもんで。いやでもこいつら売ったって二足三文じゃないか？いや、そもそも大地とかっていう未開の地から拾ってきたもんばかりだからな、リンクさんが持ってるのは。それショップモールがそれを流通してなければ売買もできない、売却もできないというのは世の常か、世の断りか、乗車必須の断りなのか。盾をさ、ひとまず改造しようよ。今さ、木の盾を持ってるんだけど、この鉄の盾を改造させるんだよ。あ、物の常、やっぱお目が足りないもん。しばらくはこの木の盾で難をしのぐか。いざ行かんラネール砂漠へ。てか次向かうところってラネール砂漠だったんだね。オルディン火山かと思ったんだけど、どこに降りたらいいんだろう。いや、これラネール鉱山とかじゃないのは確か。ここか、入り口にしよう。ラネール砂漠に降り立った。どこにピコンピコンしてる。あれ、神殿の近くというか、なんというか、あれ神殿じゃない？てか神殿なの？あ、いや、待て。そうか、サイレンしなくちゃいけなかったんだっけ。あ、近い。どうやって行こう。あ、またマガダマが落ちてるよ。あれ、そこか。そこにサイレンの花が咲き誇る。出た、ホーリーアゲハ。ここで、これを奏でるのだ。ピロピロピロリン。気合を込めて奏でましょう。
いや、ほんと優しい音色。剣をレリーフの中央に捧げ、新たな試練の世界へとお進みください。新たな世界、サイレンの世界。剣を抜いてレリーフにぶっ刺す。マスターセナ、ファイはやはりお供することができず、マスターの心に直接呼びかけています。そこは女神様より選ばれし者だけが入ることができる精神の世界、サイレン。その中でもマスターの H を鍛える2つ目の試練の場所、ネイルのサイレンです。剣を鍛えるさらなる炎を探すには、マスターの心のより大きな成長が必要なのです。ごまだれ。精神の器を手に入れたセナの心を表す不思議な植物。精神の器が満たされた時、マスターの心は成長し、女神様より新たなる力を授かるでしょう。何かファイに質問はございますか？ない。ありがとう。イエスマスター。しもべファイは外の世界にてマスターの帰還をお待ちしています。よし。というわけで、この縁を出ちゃうと戦闘開始。うわぁ、いきなりいるよ。あんなもベルセルクみたいなのがいるよ。ここのね、砂漠のサイレンはフィローネの森のサイレンとはもう別次元の難しさを誇ってたような気がするんだが、大丈夫だっただろうか。さてと、まずは真正面12時の方向にあるな。あいつを取ったんで大丈夫だろう。よし、行きますよ。じゃあ、ふぅ、サイレンスタート。追っかけてくるが、恐るることなかれ。ネイルの雫を手に入れた。聖なる力で守護者の動きを90秒だけ止めることができる。15個すべて集めると試練を乗り越えられるぞ。さあ、こっからだ。15個。90秒をうまく使おう。これは呪しね。呪しが見えるようになる木の実。ん？すぐ近くに落ちてるな。まずはゆっくり、のらりくらりと集めていこうか。下。ぶら下がることもなく、2個目ゲット。さてと、次は向こうか。こっから降りて、ここってさ、乗り越えることできたっけ？急斜面だが大丈夫か？降りる。いや、そうか。この砂に足を取られるとまずいのか。見張りの人がいるよ。見張りの人がいるけど、3つ目ゲット。この人は全然大丈夫なやつ。心の金銭がゆるゆるな人はまずい。で、次は呪し、あんなところにもある。あ、マガ玉じゃないの？違う。マガ玉ではない。ここ。いや、取りづらくないか？待てよ。こっちから降りて、はい。からの、あらららら？え？これさ、もしかして、こう、心の金銭がガバガバじゃない、この見張りの人の試練をかいくぐると、あ、ちょっと危なくない？いやー、危ない。尻餅ついてる場合じゃねえ。いや、ささくってる場合じゃねえ。パンダ。よし。ここ一回ね。ここに待機しておいて、90秒が短く感じるが、はい。避けていく。全然楽、待てよ。もうバレること、バレたけど、うわ、弾け飛ぶのか。役目を終えたと言わんばかりに弾け飛ぶ。近い。危なかった。すぐそばにいたのか。危ない。弾け飛んだと思いきや、また仕事しに帰ってくる。
有能社員。くっそ。待てよ。あ、あんなところにもあるぜ。あれで5つ目としよう。ここ一回降り立って、スタミナ。ここは確か足場があるところはあるよな。まっすぐ行けるはずだ。沈まず行ける。よし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 。真正面行けるか？足場とらわれない。大丈夫。5つ目。ゲット。さあ、こっからだ。あ、のろし立てたいな。木の実が近くにあるぞ。それを取っておこう。これさ、このまま円に戻ったらどうなるんだろうか。あ、特に何も起こらないだろうな。きっと。サイト。うわぁ、遠いな。だいぶ遠い。近場のやつは手当たり次第取ったって感じかな。向こうか。ひとまず最寄りなのは、あそこと見た。よし、行こう。ここは沈まないでしょ？沈まなくて、こっから一直線行けた気がする。よし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 。危なげなく、6つ目だ。わぁ、のろしが今回すごい重要だな。そこか。のろしも取っておく。で、ここは普通に、難なく乗り越えることができるはずだ。OK。よしよしよし、いいぞ。今回も一発クリア行きたいね。で、のろしが立ってる間に、そこか。この人、鉄の檻の中いるけど、仕事すんの？よし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 。そんなこと言ってる場合じゃないぞ。のろしを取って、わっ！ここら辺めっちゃあるじゃん！あれ？これ、あっ！やばい。金銭がゆるゆるな人がめっちゃいる。遠足なの？これ。ゆるゆるな人めっちゃいるじゃん。てか、ゆるゆるな人しかいないじゃん。そこか。え？こいつ取れんの？あっ、なるほどな。これをえっちらおっちら押さなければならないのか。これ時間ギリギリだとこんなこともしてる暇ないですからね。命取りになるぞ。今のうちこういうめんどくさそうなところはすっと取っておく。90秒。さてと、残り6つ。あれ？早くないか？あれれ？最初に難しいとかって言ってたのはいい方のフラグだったのか？全然簡単だぞ。いや、しかしな、ちょっとここかいくぐるの厳しくないか？のろし取っておく。あ、闇のマガ玉が落ちてる。こいつ欲しい。取っておこう。さあ、闇のマガ玉取るのはいいが？あれ？向こうにもあるじゃん。こっちの方はさ、あらかた片付けておこうぜ。これで残り5つ、残り5つ。で、残り5つっていうのはもうこっちに全て固まってると思うんだ。ならば、やっぱ突っ切るしかないよな。命がけで。あそこ木に引っかかってるやつがいるけど？引っかかってるってことは、こういうことね。落ちてくるー。ピチョン。残り4つ。で、残り4つっていうのが、1つ、2つ、3つ、4つ、高えよ。高えよ。猿山のてっぺんにいるけど？まあ、ルート的にはこれ取って、これ取って、これ取って、猿山のてっぺんだな。間違いない。よし。金銭が、いや、大丈夫なはずだ。大丈夫なはずだ。いやいやいや、大丈夫じゃ、いや、大丈夫じゃないけど、すごく大丈夫じゃないけど、おぉ！弾け飛ぶ？いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ふぅ、ふぅ、あ、木の実ありがたい。え？何この明かりは？大丈夫？明るいけど、あ、雲の動きね。そこね、残り3つ。もう眼前に捉えております。ならば？え？どうやって取ろうかしら？ここはうまいことこの金線をさ、くぐり抜けて、いいよ、いいよ、すごくいいよ。配置的に楽なところね。やばい！え、やばい！え、やばい！ちょ、あ、これ一番やばいんじゃない？今までで一番やばいんじゃない？そこどうやって取るのよ？そこどうやって取るのよ？いや、猿山のてっぺん向かうか？うわ、来てる！ベルセルク来てる！あ、すり抜けてくるとかっていう。え、どうしようどうしようどうしよう、本音どうしよう、どうやって取る？どうやって取る？いや、猿山のてっぺんもう、命がけで行くか？ここ大事、ここ大事、殴られてる、引っかかってる場合じゃないから。いや、大丈夫なはず。全然追っかけてこないもん。でも、猿山のてっぺんでどうやって行けるの？ここ？いや、そんなことしてる場合じゃ、引っかかってる場合じゃない。えっちらおっちらしてる場合じゃない。来てる。うわ、ツタかよ。マジか、ちょっと待って、ツタかよ。よりにもよってツタかよ。登ってる暇なんかないから。ツタなんか登ってる暇ないから。終わったんかな。え、ここいけないの。どうする？いや、しかし案外生き残ってる。案外生き残ってるとしたら猿山のてっぺん、いや、もうそ、ああ、鉢合わせ。いや、待てよ、
行ける行ける、なるほど、こっから行くか。よし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 。いやだからさ、そこどうやって行けんの。うわー、マジで行ってんのそれ。やばいやばい、いやーやばいやばいやばい、いやいや、もう今更やばいとか言ってる場合じゃない。こんなもん触れたってしょうがないもん。押して、来てるような、キャー、来てる来てる。どうやって取るんだよこいつ、上の空中のやつなんかよ。はあ、やっぱり猿山に戻るしかないのか。はあはあ、いや待てよ、引きつけて引きつけて。うおお、待って待って待って、疲れた、待って、もう疲れた。よしよしよし、こっち来いよ、こっち来いよ、こっち来いよ。一段様ご案内します、こっちご案内します。でね、そこのなんかさ、水銀の沼があるじゃん。こんなもん触れたところで今さらさ、意味ないからさ、今さら意味ないから、こいつをさ、動かすんだよ。今のうちにどんどん動かすんだよ。来てる来てる来てるけど、若干間に合うような気がする、間に合うような気がする。乗ってくれよリンクさん、乗ってくれよ、うまいことそこスッと乗ってくれよ。しょ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 、いやいや、よしじゃないよしじゃない。はぁ、切っ先が喉元まで迫ってきている。待って、詩人になっちゃう詩人になっちゃう。よし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 。はぁ、一難去った、一難去った。あ、そこか。はぁはぁはぁ、もうどっと疲れた、すんげー疲れた。ここだったのか。ほい、これで最後の一つはそこの猿山のてっぺんだ、間違いないはず。こんな木の実なんかもういらんぞ今さら。あー疲れた。ほ、あーしまい、やばい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 、わー、いやダメージは食らわないはずだが、え、これさ、この静かな空間解除されたりしないの、大丈夫なの。あー大丈夫だった、よし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 、焦らず行こうぜ、もう取れるはずだ、ここまで来たらね、簡単に。あーあー、どっかにね、ツタがあったはずなんだよ。こっち側だったっけな、あったはず、慌てて見てなかったけど、ここだ、間違いない。頑張りの身もあります。はい、お、見えてるぞ、もう喉元まで迫ってきている。お前の命もあとわずかだ。一番高いところにある身を取ってさ、おえぇ、びっくりした、もう。息を整えて、最後ゲット。ネールの種族が全て集まり、セナの心が成長した。外の世界に出るまで試練は続く。成長の証を授かるため、気を引き締めて入り口まで戻ろう。了解。イエスマスター。さてと、この残りの90秒を使って、そこの円のところに無事戻ることができれば、僕たちの勝利だ。心が成長するのだ。すくすくと、すくすくと、一発クリア。よし。ごまだれー。クローショットを手に入れた。手に入れたものの行動範囲が広がる女神が残した三種の神器の一つ。的やツタなどを狙って鎖のついた鍵爪を打ち出すと刺さった場所に飛び移ることができるぞ。おなじみフックショット。使っていてコントロールにズレを感じたら方向キー下を押して修正しましょう。バイちゃん疲れた。おめでとうございます、マスターセナ、ありがとう、本当ありがとう、ありがとう、そしてありがとう。マスターは試練を乗り越え、強き心と剣に宿す聖なる炎の在りかへ向かう力を手に入れました。それね、そのクローショットは女神が残した神器の一つ。鎖のついた鍵爪を打ち出して的やツタに飛び移ることができます。炎はこの砂漠のどこか、マスターがまだ足を踏み入れていない場所に眠っていると推測できます。これね、僕推測ついてるんですよ。その前にセーブしよう。青いやつが、ちょっと待って、僕たちの、もうなんか危なくて、なんか危なくて、いや、なんか転がってきた。あ、あれか、なんかタンビルウィードとかっていうやつか。はあ、よかった、びっくりした。この三種の神器の一つを使いまして、こうやってね、ひっつくことができます。あ、便利、あら便利、セーブポイントまで真っ逆さまだわ。
まさかさま。でね、僕心当たりがあるんですよ。わ、会長がいる。すんげえ会長がいる。飛龍衆、飛龍衆。あそこのね、向こうの方にさ、あったと思うんだよね。未開の地が。どうやって行こう？え、遠くね？未開の地というのは、そこのことですね。ほら、あんなところに扉があるぜ。その先に、枯れた木。枯れた木。それはどうでもいいとして。そこね。よーし、よし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 。これショートカットできるようなあれですけれども、フックショット、クローショットがありますので、こんなもん下ろしておく必要もないでしょう。はい、よし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 。危なくない？ここ。ちゃんとね。しっかりね。すくすくと。あ、危ない！そいつ危ない！おっと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 。で、クローショットで、引っついて、もう片方、あっ！コントロールにズレを感じたら、はい。下を押して、ここだ。え、案外早くついちゃった。こっから先ね。ブイッ。さてと、ラネール洞窟。ラネール洞窟というのは、あ、またホーリーアゲハが。ホーリーアゲハとゴロちゃん。ゴロちゃんだけど、知ってるゴロちゃんかな？あれ？そんなトサカ生えてたっけ？カチカチ言ってる。カチカチ言ってる。で、ホーリーアゲハも。あ、タンビルウィード。あ、いや、え、爆弾危なくね？そこら中にあるじゃん。あ、宝箱もある。で、座る椅子まである。え？ここで生活できるじゃん、もうもはや。開く。何が入ってるんだろう。女神の落とし物か、まさか。あ、角笛。あ、そうか、魔物の爪が欲しかったんだ。コウモリさん、しばいとかないとな。魔物の角笛はボコブリンが腰につけていることがあります。無知で引っ張れば手に入れることが可能。あ、なるほど、そういう使い方もできるのね。ゴブリンさんをまさぐれるということか、無知で。こっちさ、あ、え、小さな鍵とか使うの？え、マジで？あ、え、マジで？小さな鍵、いや、間違いなく小さな鍵だ。持ってないよな。開けないよな。え、ということは、やっぱりあの、ゴロちゃんが鍵を握っているのか？こんな住みやすそうな環境のところでさ、何をカチカチしてるのか。こんなところに珍しいゴロね。俺はここに住み着いて三流伝説を調査している、見聞というものゴロ。この辺りは一見何もないように見えるゴロが、俺はここに何かあると睨んで調査中ゴロ。アンちゃんの名前はセナドンゴロか、難しい名前ゴロね。それでセナドンはここに何をしに来たゴロ？聖なる炎を探している？どこかで聞いたことがあるような、ないような。お、思い出したゴロ。確かこの先のラネール境に関する古文書に書いてあった気がするゴロ。細かいことは忘れたゴロが、ラネール境ならそこをまっすぐ行けば行けるゴロよ。ゴロ、いや、それ小さな鍵。そう、鍵がかかってんのよ。成長されてるの、しっかり。ラネール境に、あー、ゴロちゃん。小さな鍵を手に入れた。鍵のかかった扉を開く鍵。幸運を祈るゴロ。いや、そちらこそ。ご分を。これ何なんだろう。ん？待てよ。この先、ラネール鉱山。時空石の謎を探るゴロ。ここにもゴロって書いちゃうんだ。小さな鍵を使う。ラネール境とは一体何なのか。明るい。ん？明るい。真っ白だ。お？マスターに報告。ここはラネール境。かつては広大な海であったとされる場所です。しかし今では全て干上がり、砂の海と化しています。ラネール境、この場所は海へとつながる港として機能していた模様。世界が広がるラネール境。新しい力で進めた地域です。この先に聖なる炎、あ、早い。この砂の海、あ、早い。ファイちゃん早口。ファイちゃんが早口な時は大事な何かがあるっていう証拠なはず。降りてからの、なんかジリジリ言ってない？ビリビリ言ってない？言ってるよね。あ、簡単につけた。いいぞ。てか、そこら中に、爆弾花落ちてますね。で、セーブポイントも確認しました。ということはもうここら辺で潮時ってことかな、今回は。びっくりした。もうビリビリさん、ボルテッカーセーブしておこうか。なんか向こうにさ、向こうになんかいるっぽいよな。あ、民がいる。民がいるし、時空石もある。時空石のかけらではなく、あのでっかい塊ということは時空石なのだろう。じゃあ今回はここら辺にしておきます。次回このラネール境をどう攻略するのか、こうご期待。失礼します。ありがとうございました。
はぁ、疲れた。